お疲れ様です。吉田さん、勘定貯金っていうね、お話しされてましたけども、私はなんかね、思い出を残し続けていく、それがまあ人生なのかなと思うんですよ。人生の重みというかね。振り返った時に考えてみれば、感情が大きく動いた時っていうのは、思い出に残りやすいのかなと思うんですよ。うわ、むちゃくちゃ楽しいとか、懐かしいとか、悔しいとかね、この野郎とかね、感情が動いた時っていうのは、その感情とともにそのビジョンがね、思い出に残るのかなと。そして辛いと思っていた時期でも振り返ってみたら、もしかしたらあれ楽しかったのかもしれないなみたいに思うのは、それは感情がやっぱりね、動いたからなんでしょうね、きっとね。ものすごく大変な思いをして、それを切り抜けて成果を出した、もしくは出せなかった、どちらにしても、あ、なんか燃えてたなみたいな感じとかね。でもある意味無気力っていうのも感情なんだろうなと思うんですよ。無気力でどうしようもなかった時代も、あれもあれで良かったのかもしれないなっていうふうに振り返ったりするもんかなと思うんですよね。まあ人っていうのはその感情の生き物であって、感情の動くことが喜びだったりね、まあ起伏っていうんですかね、抑揚っていうんですかね、ぐーっと落ちた時でも、うん、やっぱり思えばまあいい思い出になるかなというところもあるしね。それは何かっていうと、落ちた分だけ上がってきたらまあ良かったと思えるけど、落ちっぱなしだとね、これは本当に落ちていくみたいな感じでね、あまりよくは思えないんでしょうけども、そこを抜けて新しい景色を見た時に、ああ暗いと思ってたあれも、この明るさに、この景色に向かうためのトンネルだったのかなっていうふうにね、思い出せるのかなと思うんですよね。そしてその感情の起伏っていうのは、だから未来にも生かせるのかなと。今は大変だけども、でもこれもいい思い出になるかもしれないっていうようなね、希望が見えたりとかすると思うんですよ。もう私はあんまりそういうことを考えたことがなくって、とりあえず目の前のことをやっていったら今ここに至るみたいな感じですけどね。もう本当に風の吹くまま、気の向くままというか、やってみっかっていうのでやってみた、これやらなくていいかと思ったらやらなかった、その積み重ねが今日に至るのかなと。なんかね、その時には感情を無視して目標に向かって、目的に向かって邁進するという感情も起きるんですけどね。だから人の、自分の中にいくつもの感情という人格がいるようなもんですよね。ある自分は戦い、ある自分は何かに抵抗し、なんでしょうね、まあ、幸せってのも、まあ、一つの感情の動きだと思いますけども、まあ、何が幸せと感じれるかっていうのは自分には分かんないですよね、自分ではね。ただ本当に自堕落になっていけばいいのか、それとも何かに熱心に取り組むことが喜びなのかね、全然わからないですね、その辺は。ただ何をやっていても、まあ俺でよかったということだけは動かないなと。何をやっていてもね、俺でよかったみたいなね。吉田さんいかがですかね、俺でよかったと思えるでしょうか。じゃあいってらっしゃい。